方が、愚か者から学ぶことの方が、愚か者が賢い者から学ぶことよりもはるかに多い。モンテーニュ。嫌いになれるならなってみる。私の二度目のキスは氷のようだった。でこんなにドキドキするのに、琴子ちゃんとお兄ちゃんキス？わあすごいじゃないの、お兄ちゃんやるときやるし。琴子ちゃんとお兄ちゃんの愛ですよ。もうお父さんも反対しないからしっかりやりなさい。よかったわね。どういうことだよ。こういうこと。だって入江君が私にキスしたんだよ。珍しいわね、しげさん早起きしてるなんて。いや、早起きしてね、ちょっと体鍛えようと思ってね。今さ夜の仕事だ。夜の仕事っておはようございます。遅いぞ、コトコ。遅刻しようよ。ゆりちゃんどうなの、体疲れてたの。ママ大丈夫。違うな、これはその指見さんで。なんだ、指見さんもつやるじゃない、昔からゆりちゃんイライラしてんじゃないかな。違う違う、俺は仕事でね、挟んだから。どうしたの、どうしたの。いやいや、現場で。親父、家出たいんだ。何言うの、兄ちゃん。直樹、どういうことなんだ。お兄ちゃん。直樹くん、行ってきます。お兄ちゃん。直樹、
もしかして昨夜のあのことが原因？私にキスしたから？入江君ってば。関係ないよお前なんか。だってうぬぼれんなよ。がっかりしたキス体験？そうだな、ちょうどたこ焼き食べたばっかでさ、相手の唇に青のりついちゃった時はうわー嫌だったね。あれそりゃ嫌だね。じゃあどうなのよさとみは。場所はね、冬の公園よ。なかなかいいじゃん。でもきっかけつかむのが減ったのやつで、ずーっと歩き回ってたからさ、うん、いざっていう時にトイレに行きたくなっちゃって。いやだ、キスし終わった後トイレ出し、キスの感激なんか忘れちゃったよ。もうそりゃ確かにがっかりだね。もうすごい最低だってなんですか。私が聞きたいのはそういうことじゃなくて。じゃあ何よ。感じないキスってしたことある？あ、キスってあったかいもんだよね。本当は心臓まで燃えちゃいそうなの。熱くなるよね。ことか、どうしてあんなに冷たかったんだろう。ちょっとことかされて、キスしたの入江君と？男、お前ねえ、じいちゃんはどうなのよ。悲しいキス体験であるの？ああ、ちょっとそれは聞かない方が。何聞いちゃん、キスまだ？嘘、聞いちゃう、梅なんだ。あるわ、聞いない。じゃあどうなのよ。いいのか、まずいよ。それは、愚痴っちゅうか、ボテっちゅうから。何それ、嘘だよ。一番嫌われそうなキスだね。うるさい、間違って男と知っちまったやから仕方ないんけ。じゃあ何？近所の初めてのキスの相手って男？うざい、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 うざい。大体な、感じひんキスなんてキスとちゃうや。この子、そんなに絶対キスとちゃうで。また来たぜバカの親だな。ほんと全く迷惑よね。何やと？ちょっとやめてよ金ちゃん。迷惑しとるのはことこや。こいつはな、嫌がることが無理やりキスしよったんや。金ちゃん、どうせまたぶつかったか何かの話でしょ。いい加減にしてほしいわ。そうなんとちゃう。こいつはな、男の乙女心を傷つけたんや。一生心に残る傷かもしれん。金ちゃん、いいの？ええことあらへん。いいの？あんなの違う。あんな冷たいキス本当のキスじゃないんだから。直樹、金ちゃんだってさっきそう言ったじゃない。感じないキスなんかキスじゃないって。コトコ、やっと気づいたんか。せや、好きでもない相手とキスだってそんなんキスとちゃう。お前がほんまに好きなんはこの中村金之助なんや。こんな根性悪な爬虫類みたいな冷たいキスとちゃうで。俺の熱い血を受けてみいことか。ちょっと何考えてる。何やってるんですかあなたか。ちょっと離れなさい。もう早く職員室あなた行きなさい。あなたも職員室行きなさい。早く早く、ほらほら、バカ丸出し。神聖な教室でわいせつ行為なんて何考えてんですか。ユミは、わいせつって大げさな。キスぐらいアメリカで挨拶があるんですよ。それじゃあユミ生徒は挨拶代わりにキスして歩くんですか。そんなこと。ところで綾原さん、あなたさっき教室で入江君とキスしたとかしないとか言ってたわね。どうなの、本当に入江君とキスしたの？それはしたのね。どうしてそういうことになったのか分かりやすく先生に状況を正確に説明しなさい。どこでキスしたの？どう？それ
のまさか唇じゃないでしょうね。したのね。入江くんの唇に、あなた私の入江くんにキスしたのね。ここはもうこれだから女のチラシは恐ろしいの。なんですって。私はあくまでも教育的見地から話してるんです。性教育的見地でしょそれは。何言ってんですか。ケダモノが。どっちがケダモンですか。嫉妬の鬼。何ですって。もう一回言ってごらんなさい。ああ何度でも言います。やっぱそれは不干渉だね。不干渉。好きな男とキスして感じないわけないもん。ことこさ、案外入江君のことなんか好きじゃなかったりして、恋に恋してたってやつ。そうそう。そんな。だって絶対変だって。本当に入江君のこと好きだったらさ、感じないわけないじゃん。何あの一人想像してんのよ。ちょっといやらしい。どういうことなんだ家を出たいって。何したんだよ琴子。え、琴子がまた何かしたんだろう。だからお兄ちゃん家を出るなんて。そうなのかな。おき違うよ、こいつ関係ない。じゃあ何なのよ。お兄ちゃんまだ高校生なのよ。一人暮らしなんてさせられるわけないじゃない。ましてやお前は受験生なんだぞ。関係ないだろ。ある。お前ちょっと世間を甘く見てないか。いくら今トップだからって気を抜いたらどういうことになるか。もういいよ。よくないの。こういうことは家族全員で話し合う。もういいって。お兄ちゃん。直樹。子供のせいだ。絶対お前のせいだ。じゃないもの。なんかあったのかな。まさか琴子のやつがまた何か迷惑をかけてるんじゃ。恋してんじゃない。恋。そうよ。恋するとさ、人間ってさ、こうなんかいつもと違ったことしたりするじゃない。まあな。ああいうクールなタイプに限って恋に溺れて人生変えちゃったりするのよね。溺れる？人生変わる？例えよ例え。じゃあそうだとしたって、じゃあ相手は誰なの？コットコちゃんに決まってるじゃない。いやまっちゃん、それはない、それはないよ。今にわかるから見てなさいって。いやでもうちのコトコには直樹くんはもったいない。何言ってんのよ。琴子ちゃんと直樹はね、日本一のベストカップルなのよ。ねえあなた。ん？まあな。こんにちは。お兄ちゃん、お客様。
お邪魔します。ゆうきくんは何年生？3年。そう、直樹の相手ってあの子かも。そう、そうなの。え、直樹と同じクラス？はい、うん、でも直樹さんほど優秀じゃないんですけど。いや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 、相当の才女と見たけどね。ん、どう直樹？いくら頭が良くったって女は愛嬌よね、この子ちゃん。あ、うまどう。松本総合病院のお嬢さんだったら、あの医学部進学かな。あ、いえ、直樹さんと同じ大学に行きたいと思ってます。本当に？そうそうそう。あら、お兄ちゃんにくっついてくの？そういうのと思うのよね、男にとっては。あの、紅茶冷めないうちにどうぞ。はい。おばさま、これ私が焼いたんですけど、どうぞ。そう、どうもありがとう。あ、自分で焼いたの？あ、それはそれは。あ、勇気飛んだのかな。楽しみだね。あ、こりゃうまそうだ。男のと大違いだよ、きっと。勇気、見かけに騙されちゃダメなの。綺麗なバラにはトゲがあるって言うでしょ。ね、しげさん。その点、ことこちゃんのケーキには真心がこもってるから美味しいわよ。ね、ことこちゃん。そうかな。そうよ、自信持ちなさ。真心でふんわりして愛で甘さを作る。それがね、ケーキ作りの極意なんだから。そうなんだ。それなら自信あります。私先生、みんなに披露してね、ことこちゃんの愛と真心のケーキ。なんか照れちゃうけど、ご期待。男の真心焦げてるよね。愛も苦そう。そんなことないわよ。大人の味よ。塩が隠し味だなんて。ねえ、しげさん。うん、おいしい。本当？やった。じゃあちょっと一口。いや、あの、イリちゃんの口には合わないかもしれない。どうして？うん、ところで、お家の方はご存知なんでしょうか？何か？直樹さんと相原さんがキスしたって。お兄ちゃんとことこちゃんがキス？あ、おばさん、それは。いやー、すごいわ。お兄ちゃん、やるだけやるのね。やったやった。しげさん、親戚や親戚、やった。男ちゃんとお兄ちゃんがキス？うわー、すっごい嬉しいの。お兄ちゃんやるときやるとき。直樹さんと相原さんがキスしたなんて悪質な噂だと思うんですけど、相原さんがお宅に来られてから変な噂ばっかり流れて、私心配で。全然ご心配なく、二人とも両親公認ですから。おばさん。お袋。でも先生方も受験に差し障りがあるんじゃないかってとても気にしていらっしゃって。そんなこと言いに来たのかい？だってどうしても気になって。いやいや、そういうことはちゃんと知らせてもらった方がいい。あ、少し直樹さんとお話ししたいんですけど、いいですか？あ、どうぞどうぞ。ついてくんなよ。男、お兄ちゃんとキスしたなんて嘘だよ。それは僕は信じないからな。あ、ゆうきくん、ちょっと。ことこちゃん、
あんな子に負けちゃダメよ。もっと頑張んなきゃ。いいわね。直樹、いつまであんな子に引きずられてるつもり？別に引きずられてなんかないよ。直樹見てると心配なの。いつもの直樹じゃないもの、あの子が来てから。そんなことないよ。なら証明して。私にもキスして。お喉乾いたでしょ。どうぞ。ありがとうございます。いいえ。お兄ちゃん本当にコトコトキスしたの？ねえ、本当なの？うるさい。だってお前には関係ないだろ。俺のことにいちいち口出しするな。まっちゃんがことこを気に入ってくれるのはありがたいんだけど、あのコスじゃ直樹君も迷惑だろうし、そのイリちゃんだって。しげさんもうちの人も全然分かってないのよ。あの二人はね、結ばれる運命にあるのよ。いや、まっちゃん、それはあまりにも極端。直樹にはことこちゃん、ことこちゃんには直樹が必要なの。他の誰かじゃ絶対ダメなのよ。しかしな。まあ見てなさいって、ことこちゃんの情熱が直樹の冷たいハートを溶かしてくれちゃうんだから。これぞラブストーリーよね。まっちゃん、私自信ない。ゆうべおばさんが言ってたこと。何言ってんのよ。自信持ちなさい。直樹にはコトコちゃんが一番合うんだからね。直樹、昨日は楽しかったわ。おじさまによろしく言っておいて。ああ。なんだよ、レイコ毎日行ったのか。ナオキ、お前レイコのことどう思ってんだよ。どうって？好きなのか？何言ってんだよ。はぐらかすなよ。それは確かに俺は勉強じゃお前に負けてるけど、でもレイコ渡さないからな。なんだよ。お前も熱くなれるんだ。羨ましいよ。F 組っぽいけどな。おい、嘘だろ？なんだよそれ。本気なの？直樹を一人暮らしさせるなんて。いや、その方がいいと思うんだよ。勉強もはかどる。あなた、直樹とコトコちゃん別居させるつもりなんでしょ？そんなことないよ。いいわよ。離れてから愛に気づくってパターンもあることだし。他にも手あるしね。手？だからね、例えばよ、コトコちゃんの方から直樹に。
なんか疲れちゃったからね。寝よっか。おやすみ。おやすみ。なんか勇気の様子が変なのよ。え、何話しかけてもね、ぼーっとしてるだけなの。ちょっと来てくんない？先生どうなんでしょう。ストレスからくる軽度の自律神経失調症ですね。ストレスだって、この子まだ9つなんですけど。子供の方が精神的なショックをストレートに受けやすいんです。それがすぐ体の異常となって現れる。ほら、ここのとこ。はあ。気がつきませんでしたか。はい。いや、だけどどうしてこんな。以前から強いストレスを感じていたんでしょう。そんな。まあしばらく通院していただいて様子を見ましょう。ご家族の方は過度のプレッシャーをかけないようにくれぐれも注意してください。はい、ありがとうございました。すいません先生。じゃあお大事。私のせいかな。こんなことになるまでに出てくべきだったんだよな俺たち。ゆき君には気の毒なことしちまった。音ちゃんな、お前にも悪いことしたと思ってるんだよ。なんで？お父ちゃんは何も。生地直樹君と同居なんかしなきゃお前も辛い思いしなくて済んだのにな。お前の気持ちってもんはお前のもんだ。だから無理して直樹君のことを諦めろとお父ちゃん言えないよ。けどな、それが相手の重荷になっちゃうしまいだ。本当に直樹君のことを好きならできることはわかるな。いつまでも男を追っかけてるだけじゃダメだよ。好きな男に追っかけられるような女にならなくちゃ。それはお前は勉強はいまいちだ。料理もできない。運動神経もない。お父ちゃん、それにここ一番の大事な時にヘマもする。あのね、けどな、絶対他の誰にも負けないいいものがある。何それ？それを自分で探すんだ。それが女を磨くということだ。うん。気持ちの整理つけられるな。本当は分かんないんだ私。え？本当に入江君のことが好きだったのかどうか分かんなくなっちゃった。自分の気持ちも分かんないのって本当バカ。ここお前さ。でも大丈夫、この家出たら分かるよねきっと。それでバリバリ女磨いちゃって、後で入江君が追いかけてきたって遅いんだって言ってるの。よしそう言って。よくしょ。でもなんだ。ゆうき君には何かしてあげたいな、お詫びに。私に何ができるんだろう。
あのね、ゆうきくん、退屈だったらこういうのどう？ほら面白いよこれ。バスケットもので主人公がかっちょいぬ子ダンクチューとなんちゅって、え、置いとくね。ゆうき、返事ぐらいしろ。ほっといてよ。僕のことなんか何とも思ってないくせに。何言ってんだお前。お兄ちゃん、僕がどうなったっていいんだろ。僕が病気になったってお兄ちゃんには関係ないだろ。勝手にしろ。ね、ゆうきくんのために特製のお弁当を作ったんだけど食べない？あのね、バスケットボールみたいな形のクリームコロッケが入ってるんだけど、これが美味しいんだよ。あとね、メロンも入ってるの。メロン。やっぱダメか。入江くん、入江くんからも声かけてあげて。ほっとけよ。え？甘えてんだよ、ゆうきは。そんな。入江ゆきくんの見舞いに来てくれない？やだよ、僕ジュだもん。僕もこー、 A 組のやつっちゅうのは小学生の頃から少年が腐っとる。なんだよこいつ、長っぽい。 F 組だぜきっと。バカバカの F 組。あ、やだ、あんたと話すのだけ。ごめん、一緒に待つくやな。ちょっとやめて、やめて。バカだ、よし、これやな。お、午後にこれやるわ。はい、めっちゃキャンディ。いらない、不潔なもの食べちゃいけないってママに言われてるし。それに変なおじさんに近づいちゃいけないの。おじさんだ。おじさん、俺のどこは変なおじさんやねん。やだ、やば。あ、先生助けて、あの人怖い。小学生に向かって何してんの、あんたたち。あ、いや、その、あ、何もしてませんね、何も。いらっしゃい。いいから、いらっしゃい。助けて、誰か。小学生を恐喝するなんて犯罪ですよ、犯罪。せやから恐喝なんかしてへんちゅうには。そうそう、いろいろ聞いてみると誤解があったようで。そうなんです、院長は悪くないんです、私が。しかし
今までも何かと問題があったしね。今度問題起こしたらその時は退学を覚悟してもらいましょう。でもそれは決定です。銀ちゃんごめんね。ああ、ごめん。男のためだったら退学でも何でもなってるわい。だけどどうしようこれ。相変わらずだな。今度は小学生を恐喝か。ああ何言うとんだよ。弟ってばこいつの弟が。金ちゃん、男はなあの生意気なガキのために汗水垂らしてたんや。余計なことはすんな。お前が何かするたびに問題が起きる。何言うと。お前もよくそこまでバカになれんな。この野郎。入江くんなんかに金ちゃんのこととやかく言わせない。金ちゃんは一生懸命になってくれたよ。自分に関係ないことでも。ことこ大事な弟のために何もしてられない入江くんとは大違いなんだから。行こう金ちゃん。ことこ笑ってるし、やっと分かってくれたんか俺の真心。やっぱバカはバカ同士お似合いだな。どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとう。またゆきくんと仲良くしてあげてね。うん、バイバイ。バイバイ。あと何人だっけ。これか、あいつがやってたのは。じゃあこれコトコが。バカの考えそうなことだな。お兄ちゃんよりマシだよ。何もしてくれないお兄ちゃんよりコトコの方がマシだよ。僕、遊んでくれないお兄ちゃんよりどこお姉ちゃんの方が好きだ。お姉ちゃん、男お姉ちゃんに遊んでもらおう。でもらう遊ん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 でもらう。そうか、それはよかったな。せいぜいバカに相手してもらえ。なんだよお兄ちゃんのバカ。お兄ちゃんなんか出て行ったっていいよ。出て行きたぎりゃ行っちゃうよ。やっぱり直樹は一人暮らしさせることにした。おじさん、いやまあね、あいつもいろいろ考えたいこともあるだろうし。エリちゃんやめてくれよ、俺たちが出てくから。そうです、私たちがいなくなれば入江君も出ていくなんて。いいのよコトコちゃん、その方がねお兄ちゃんにとってもいいの。いやでもね、まっちゃん、いやしげちゃん
友達がね、大家してる部屋だから目も行き届くし、安心安心。それにね、琴子ちゃん、二人の愛を確認するチャンスよ。手作りのお弁当を持って帰ってあげなさい。わっちゃん、直樹は感動して、そうそうそう、そうなのよ、二人の愛の巣ができるってわけなのよ。見て見て、ほらね、いい部屋でしょ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 。これが琴子ちゃんとお兄ちゃんの愛ですよ。もうお父さんも反対しないから、しっかりやりなさい。よかったわね、よかったわね。だからね、しげさんも琴子ちゃんもずっとこのままこの家にいて。いい加減にしろよ。入り俺はおふくろや親父のおもちゃじゃないんだよ。直樹、お兄ちゃん、おふくろたちの思い通りにはなんねえからな。違うよ入江くん、おじさんもおばさんも入江くんのこと心配して、入江くんのために良かれと思って一生懸命考えて。何が俺のためだよ。どこ行くんだ今頃から。ちょっとお兄ちゃん、直樹、お兄ちゃん、今待ちなさいって。うんざりなんだよ、もう一人にしてくれ。なる気持ちも愛する気持ちもわからないんだ。私、入江くんが冷たくするのはポーズだと思ってた。心の中にあったかいもの隠してるんだって。でも違った。入江くん、心の体温が低いんだ。心の奥まで凍りついてる。あんなにみんなから愛されてるのに自分からは誰も愛せない。かわいそうな人だね。勝手なこと言うな。同情さえたまらない。勝手に人の生活入ってきて、いろんなものをめちゃくちゃにして、お前さえいなきゃよかったんだ。お前さえ来なきゃ。でも嬉しかった。入江くん、初めて本音を出してくれて。お礼に教えてあげる。私この家に来てすっごく楽しかった。いろんな思い出できたし一生忘れません。琴子ちゃん、しげちゃん、俺が変なこと考えたから。違うよエリちゃん、俺も琴子もいつまでも人に甘えてちゃいけないって気がついたんだ。
二人で再出発しようってな。うん、おばさん、ゆきくんと入江くんによろしく。ことこちゃん、じゃあ。ゆいちゃん、世話になったな。いや、まっちゃん、いろいろありがとう。しげさん、出て行った。これで少しは僕のナイーブな神経も回復するはずだ。だけど、なんだか心の奥でスースーするものは何だろう。心も風邪をひくのかな？